って旅をしておはようございます。おはようございます。117日目の朝でございます。はい、朝です。今日はですね、はい、グルメ王国帯広の、はい、グルメ食べまくりましょう。最高だー。昨日、一昨日と、もう雨が立て続けに降って、うん、もうひたすらジャンボに引きこもってシティハンターを見ながら節約自炊をしてたんですよ。うどん、焼きそば、スパゲッティ。以上だが今日でそんな生活は終わりだ、はい、雨が止み、はい、空は晴れ、晴れてはない、うん、空は曇り、節約した分の本当は使えてた分のお金を放出する時が来たー。あーちゃんはあれやろ、スイーツやろ。もちろんです。私はスイーツが好きすぎて、うん、パンフレットを見て、あ、美味しそうって思ったところに就職をしました。それぐらい好きです。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ美味しそうなあ。やばくない？すげー。青には下にも乗ってるわ。タレがめっちゃ美味しい。へえ。めちゃくちゃ美味しい。あんまり脂身が好きじゃないんだけど、うん、これオニオンが入ってるから、うん、結構さっぱり食べれる。へえ。いただきます。めっちゃうまい。ね、美味しいよね。何これ、口の中が豚が大行進してるね。豚のパレードが今起きてる、この中に。帯広パネですね。私も食べるもん。手に入れたぜ、はい、なんだそれは。これか、うん、これはなんだ。嘘やん。帯広のスイーツ巡り券ってやって22店舗加盟してるんだけど、500円でこのチケットを買うと22店舗の中4店舗好きなものが食べれるんですよ。めっちゃいいよ。そうなんですよ。いいですね、グルメ界にふさわしい県ですね。いいいい、そういうことですよ。今回はここは行っとくべきでしょみたいな意見は全部無視して、私の行きたいとこに行く。どうぞ。行ってらっしゃいませ、もうスイーツしか目に見えてないな。濃厚、舌触りもすごい滑らかな感じなのかな。残る、なんかスッて消えるような感じじゃなくて残る感じ。ほえー、口の中に牧場、もう牛飼ってるみたい。1000頭ぐらいいるでっかい牧場が口の中にあります。でも豚も共存してるやん。もう家畜だらけ。これすごいポロポロのちっちゃいチーズケーキが入ってるんだけど、このチーズケーキがめちゃくちゃしっとりしてる。しっとりしてるとかじゃない、めちゃくちゃしっとりしてる。わかったわかったわかった。中にクリーム、自家製のクリームも入ってるみたいなんだけど、これももうね、これは溶ける感じ。溶けるっていうか、ふわってなくなる、消える。おう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 。優しい味だけ残して消えてく存在。そう。ベリーのソースもかかってるんだけど、これがまたね、合うんですね。いただきます。濃厚、すごいチーズが上品ですね。貴婦人のような振る舞いができそう。なんかできてないできてない。何それ。貴婦人。貴婦人のような振る舞い。何してる。やばいことやってるみたいだからやめて。ガチ脂肪。おーい。100円やん。ふわふわなのがもう見ただけでわかるぐらい細かい。いただきます。プレーンにしたんだけど、うん、とりあえず王道というか最初はまずプレーンでと思って。ああ、ホイップ欲しい。もうめちゃくちゃ美味しい。へえー。
なんか卵が、うん、多分すごいこだわってるんだと思う。それは伝わる。うめえ。いただきます。も。おいしい？うん。このふわふわ具合は、もうあれですよ、ちゃん。なんだよ、いい匂いだ。うん、早く食えや。すげえカラス鳴いてる。思ったよりちょっと大人な感じの味。うーん、すごい味が濃い感じがする。濃厚ってか深い。あ、深いね。チーズの中にこうドボンって落ちていってる感じがする。独特の感性。このクッキー、うん、この部分、うん、この部分がそのここほどドブンって落ちていくんだけど、うん、サクッっていう感じがこうパッて広がるの。おいしい。はい。本日のねラストスイーツですからね、こちら。なるほどね、うん、なるほどね、うんうん、うんうん、なるほどね。これめっちゃうまいわ。このふわふわの中を平泳ぎしたい。ちょっと難しいかな。さっきの私とほぼ同じことを言ってる。違います、全然違います。え、分からん。なんかドブンってなんかさ、チーズの海の中に入りたくなっちゃうみたいな、ね、入った感じ。もうもはやもうコメントが迷走してるね、これ。お互いにコメントが迷走してる、ね、入っちゃってるんですよ。ナマステって感じがしますね。取り直すわ、ちょっと取り直すわ。これはひどい、これはひどい。